こんにちは、ブンズスタジオです。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、先日のちょっと予告にも出てきましたけども、レンズをね、2本購入しました。でそのうちの1本をねちょっとご紹介していきたいと思います。でそのレンズっていうのはこちら、ソニーさんの 11mmF1.8、APS-C レンズですね。軽っって感じですよ。こんなちっちゃいレンズ久々に持ちましたね。でこちら 11mm となっておりますが、まあ、APS-C 用のレンズですので、まあ、フルサイズ換算にするとだいたい 16.5mm になります。 16.5mm って結構違う、かなり超広角ですね。なので相当な範囲撮影することもできますし、まあ、F1.8 あったら星空なんかも撮れるんじゃないかなって気がしますので、まあ、今後ねちょっと試してみたいなと思います。で今回ですね、まあ、新しくレンズちょっと購入したんですけども、まあ、その経緯っていうのも簡単にちょっと触れておきたいと思います。まあ、正確にはねレンズの入れ替えになります。3本売りました。今まで持っていたタムロンの 20-40 のフルサイズの、ズームレンズ、あと単焦点のシグマさんのやつで 16mm の F1.4、 あと 30mm の F1.4、合計3本売却しました。でその資金をもとに2本レンズを購入しまして、で1本がこちら 11mm の F1.8 の単焦点レンズで、もう1本がですね今ちょっと取り付けて使ってるんですけども、1655の F2.8 っていう、まあ、APS-C 用のズームレンズ、こちらを買いました。あ、こちらソニーのレンズですね。で F2.8 なので、扱いとしては一応大三元というところになります。で今回はそのうちのこちらをね先に先行してちょっとご紹介していきたいと思います。で早速ですけども、まあ、ちょっとスペックの方のお話をねしていきたいと思うんですが、ちょっとねサイトを見させていただいて、まずですね、まあ、先ほども言いましたけども 35mm 換算で 16.5mm になります。でレンズ構成が11×12枚で、最短撮影距離これがねすごくてですね 0.15m、まあ、オートフォーカス時ですね。で、マニュアルフォーカスの時は 0.12 ですよ。0.12 って12センチですよ。12センチこんなんですね。やばいですね。まあ、多分ほとんど被写体にくっつくぐらいの感じじゃないかなと思います。あの、レンズから12センチじゃなくて、ここのセンサーから12センチなので、もう多分このぐらいな感覚じゃないでしょうかね。これやばいですね。でフィルター径が 55mm となっております。最近ね 67mm ばっかり使ってたから 55mm 久々に来ましたね。あー、これつけれるフィルターないので、今日ね、55-77っていうステップアップリングをポチッと、押して買いました。まあ、全部ね 67mm にちょっとしてほしいなって正直心の中では思ってます。まあ多分同じように思ってる人どこかにいるんじゃないかなと思うんですけどね。であとね、さっきから軽い軽い言ってますけども 181g っていう軽さなんですよ。これはねかなり軽いですね。最近買った G マスターレンズ、同じ単焦点ですけども 500g オーバーですので、実質半分以下の重さになります。まあ見てもね分かると思うんですけど、小さいですからね。で作りはね、あのやっぱり鉄とかでできてるんじゃなくて、まあ、基本プラスチックベースですけども、あのぶつけて割れちゃったみたいなね、そういうレベルのプラスチックじゃないので、あの全然耐久性あると思います。で一応ね、防塵防滴にも一応配慮した構造となっておりますので、まあ完全なね、防塵防滴ではないかもしれないんですが、あの通常のね、まあ、生活防水的な感じじゃないですが、まあ、ちょっと雨に濡れたとかね、まあ、少しねほこりが舞っているレベルだったら、まあ、十分ね対応できるレンズとなっていると思っています。でこちらのレンズ F1.8 っていう結構明るい単焦点レンズになりますので、先ほどのね、かなり寄れるっていうところを踏まえると超広角レンズなんですけども、かなりボケます。まあ、超広角で撮る、まあ、自撮りもそうなんですけども、ちょっとね接写して撮るこう物撮りみたいのにもすごく向いていますので、これ一本あったらねいろんなその表現っていうのができるっていうのを、まあ、この後ちょっと検証したのを見ていただきつつ、まあ最初にね流した動画もちょっと見ていただいたと思うんですけども、いろんなねバリエーションで撮ることができる、まあ、素晴らしいレンズとなっています。でホームページをね見ていてちょっと気になったのが一つあって、リニアモーター、これをね2機搭載してるみたいで、こんなちっちゃいボディの中に2機も搭載してるんですよ。なんかモリモリみたいな感じじゃないですか。なんかねその2機も搭載してるっていう時点で明らかにフォーカスは早くねこうピュッピュッとこうね合わせてくれるんじゃないかっていうのがなんとなく想像できますよね。
フォーカスブリージング、これもね、なんか大幅に制御してるっていうのが書いてありますね。まあ、この後ね、僕がちょっと検証して撮ってきた動画っていうのを見てもらいたいと思うんですけども、まあ、そちらでもね、まあ、フォーカスブリージングの検証やってます。まあ、見てもらえばわかると思いますけども、なるほどと多分なると思います。では早速ですけども、まあ、この後僕がね、検証してきた内容をね、ちょっとご覧いただいて、まあ、このレンズのね、性能の一部ですけども、なんとなくね、ああ、こんなレンズなんだってのが伝わればいいかなと思います。ではね、ご覧ください。それでは画角の違いを見ていきましょう。今ね、こちら表示しているのが 24mm の広角レンズで撮影をしております。どうでしょうか？広いね、公園で撮ってますけども、大きな木もすっぽり入るぐらい広い範囲でね、撮影することができています。で、これをね、今回購入したレンズ、11mm の F1.8 に交換していきたいと思います。お、広いですね。やっぱ全然違いますね。11mm って言っても、まあフルサイズ換算で、まあ 16.5mm ぐらいになるんですけども、まあそれでもね、まあやっぱり 24mm との差っていうのはかなりありますね。もう木とか建物がちっちゃく見えるぐらいの感覚ですよね。やっぱ外もね、中もそうですけども、ダイナミックに撮るようなね、景色なんかはやっぱり超広角っていうのを使っていくと、あの遠近感も出やすいんですけども、すごくね、その抜けのいい映像が撮れるっていうのがよくわかると思います。では次ね、解像感の方を見ていきましょう。こちら今建物を撮影しております。 F 値が4ですね。そんな絞り込まず、まあ開放に近づかずみたいな、まあちょっと絞り込んだような状態で撮影しております。まあ中心部にね、こう細かい線がいっぱいあるようなね、この建物、かやぶきの部分ですね。こういうものを持ってくることによって、よりシャープ感というのが分かりやすいかなと思います。見た感じかなりシャープですね。まあ単焦点ということもあるので、ズームレンズよりはいいのかもしれないんですけども、もう十分ね、問題のないレベルかと思います。はい。では次はね、背景のボケ感の確認をしていきましょう。今ね、僕からカメラまでの距離がだいたい手を伸ばしたぐらいの距離になってますので、まあ60センチ、70センチぐらいでしょうかね。そのぐらいのところで撮影をしております。どうでしょうか？背景のボケ具合。僕をね、撮影した時の背景のボケ具合っていうのがこんな感じになります。僕ね、見てる限りですけども、広角レンズでね、いや、超広角レンズで撮って、これだけボケるんであれば、僕は十分かなと思います。被写体に対してね、背景との分離っていうのがしっかりね、行われているので、強烈なボケをね、求めている方にはさすがにちょっと無理ですけども、後ろのね、情報量がある程度こう分かりつつも、若干ね、ふんわりボケるようなことによって、まあ、うるさくね、なりすぎないですし、まあ、人をね、際立たせることができるので、このレンズ、すごくいいと思います。で、やっぱりね、この手を伸ばしたぐらいの距離のところで、これだけのね、映像を撮れるっていうのは、やはり Vlog に向いているね、レンズだっていうのがすごくよくわかります。まあ、ただ僕はね、仕事でリアルに使っていこうと思っているレンズになります。では、今度はね、手持ちで撮影した時のボケ感見ていきましょう。今ね、結構被写体まで近づいています。どうでしょうか？背景、かなりボケてますよね。このレンズ、結構近くまで寄れるので、こういうね、ちゃんとそのレンズからの被写体の距離、被写体から背景までの距離っていうのをうまく活かせばですね、かなりね、面白い映像を撮ることができるレンズとなっております。次にフォーカスブリージングのチェックをしていきたいと思います。マニュアルにしまして、フォーカスリングを手動で回して動かしていきたいと思います。画面がね、どのぐらい動いてしまうのか、まあ、動かないのか、どうでしょうか。若干動いてるように見えますけども、まあ、さほどね、気になるほどの、まあ、ブリージングではないと思います。カメラの方ではブリージング補正のね、対応のレンズとはなっていませんので、レンズそのものの性能ということになると思います。ではもう1パターンね、行ってみたいと思うんですが、右端に草がありまして、奥のね、縦穴式住居の方にピントを送っていきたいと思います。まあ、この方がね、リアルな使い方に近いと思いますので、これでね、ブリージング見ていきましょう。全然いいですね。うん、バッチリだと思います。では次に手ブレ補正のテストを行っていきたいと思います。ではまずスタンダード設定で木に向かって歩いていきたいと思います。
やっぱりスタンダードだと、まあ、広角レンズとはいえ、まあ、結構ブレますね。まあ、これだとちょっと使い物にならないかなと思います。では次にボディ内手ブレ補正をアクティブにして行っていきたいと思います。こちらね、手ブレ補正かなり強力ですし、ソニーのボディとソニーのレンズだと結構相性がいいので、まあ、手ブレ補正ね、よく効いてくれると思います。うん、全然いいですね。これだったら、まあ、ジンバルなくてもね、ある程度いけちゃうんじゃないかって言えるぐらいの、まあ、滑らかさっていうのをキープできてると思います。じゃあ今度はサークルしてみましょう。手ブレ補正どうでしょうか。超広角のねメリットとして、手ブレがねやっぱりこう影響が受けにくいっていうのはすごくいいですね。手持ちしても全然これだけ滑らかな映像を撮ることができます。接写テストを行っていきます。今ね、葉っぱのところにすごく近づいて撮影をしております。実はものすごい距離で、撮影してるんですね。ちょっとどんな感じかっていうのを見てもらいたいと思います。どうですか。もう葉っぱにくっついちゃってるぐらいまで寄ってるんですね。それでもですね、ピントが合っているっていうのはかなりすごいと思います。このレンズ、0.15m、つまり 15cm まで寄れるんですね。ただ今リアルに見た感じですと、もう 15cm よりも寄ってんじゃないかなっていう気がします。ですが、これね、今撮影してる画面見てますが、ピーキングしっかりと出てますので、ピントがね合っているってことが、このモニターでも確認することができます。ここまでね寄ることができれば、超広角だから広い絵しか撮れないのかとはならずにですね、バリエーションのある映像をね撮影することができると思いますので、超広角1本しか持ち出してなかったとしてもですね、いろいろね、面白い映像っていうのは撮れるんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。検証の方ね、まあ、見ていただいて、まあ、今回はちょっと動画をねベースにちょっとさせていただきましたけども、まあ、十分な性能持ってるんじゃないでしょうか。まあ、このレンズね、超広角レンズなので、まあ、そうそう出番はねないかもしれないんですけども、やはり超広角ならではの映像っていうのはやっぱ撮れますので、まあスパイス的なね感じになるかもしれないんですが、まあ、このレンズ、まあ、これからねどんどん使っていきたいと思います。で、今後はね写真の方でも使っていきたいと思いますので、まあ、素晴らしいこう広大な景色なんていうのが撮れたらね、まあ、皆さんにもちょっとご紹介して いければなと思います。で、次回はですね、今使っている 16mm55 の f2.8、 こちらのズームレンズのちょっとねご紹介をしていきたいと思います。で、こちらはね、本当購入するのに悩みました。このね悩んだ経緯っていうのを皆さんにちょっとねお伝えしたいなと思いますので、長く短く、まあ、うまくねまとめて動画にしていきたいと思います。ということで、また次回お楽しみにしてください。じゃあねー。